5日間シリーズの六月第一戦シリーズ最終日の争い、今日も好転でした。第1レースから安定バント、そしてレースは2周回で行われてきました。この優勝戦も安定バントを使用し、レースは2周で行われます。優勝戦対戦メンバーは1号艇白井英治、2号艇杉山博成、3号艇桑島和弘、4号艇岡村雅史、5号艇杉田徳光、6号艇篠田優也、以上の6選手が争います。インコースは1号艇の白井英治です。白井はここまで6勝オール2連敗です。絶好枠人気の中心、隣2コース2号艇杉山博成、杉山は4日間4勝オール3連敗です。3コース引っ張りました3号艇の桑島和弘。本番レース3コース角は3号艇桑島、4コース4号艇の岡村、5コース5号艇の杉田、大外6コースが6号艇の篠田優也です。並びはスタート天地と同じですが、本番レースは2対4と分かれました。優勝戦進入インコースから1番2番ダッシュ3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇の岡村が好スタートを切りました。インコースから1号艇の白井が伸ばして逃げ態勢、2号艇の杉山の差し、3号艇の桑島がまくり出そうとするバックスレッジ、1号艇の白井が先頭、内から迫る3号艇の桑島、へさきが一瞬かかりますが、1号艇の白井が振り切って一定進半リード、3号艇桑島2番手、3番手4号艇の岡村、6号艇の篠田、その後ろが2号艇の杉山、5号艇の杉田が続いて、おっと一緒にマークで1号艇の白井、そして外から4号艇の岡村、ホーム直線コース、このレーススタートは正常でした。一定アクシデントがありました。一瞬にマーク少しもつれた間に一定アクシデントがありました。最終周回1マーク、4号艇の岡村が先頭で最後のバックストレッチ、1号艇の白井は2番手です。3番手が2号艇の杉山、このレースですが6号艇の篠田が転覆のため失格となっています。最後のバックスレッジ、4号艇岡村、1号艇白井、そして2号艇杉山の体制です。その後ろ5号艇の杉田と3号艇の桑島、自己艇レスキュー避けて最後のホーム直線コースに入ってきました。